け入ったら12時だからあともうちょいしたら帰れるよ。ローソン特製おろしトスタ揚げ、いや夏、いただきます。なんかね、めっちゃ綺麗にしました。すっきりしました。すっきりしたっていうか、だいたいね、帰ってくるとあんな感じですね。ビール買ったりとか、買い物したりとか、あとなんかボン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 荷物入れちゃうんで、まあなんか資料系ですよね。これね、使うね、やつと、まあクリアファイル1枚渡されたりとかするじゃないですか。書類ファイルですね。これ100均で見たことあると思うんですけど、ノートですね、まあ、予備のマスクでしょ、割り箸、あと筆箱ですね、筆箱、修正ペンとか、あとボールペン、予備っていう割に、あれ、いつも使ってる本当のやつがないの、本当のやつどこ行った、あとマジックとかね、ティッシュみたいな、コンパクトですね、僕のカバンは。面白くもなんともないっすね。はい、次こっちへ失礼します。まだ下ろしてるとわからないんだけど、わからないからいいんだけども、髪上げれん、もう上げたらやばいもん。どうしようマジで、年は取りたくねえなマジで。飯でも作ります。一応ね、肉マジ適当に買ってきたからだ。胸肉と豚カツあるでしょ、好み焼きの粉がめっちゃ余ってるんで消費していきます。胸肉ね、ちょっと薄く切っていこうかなと思います。めっちゃやりていきます。賞味期限切れてるんですけど、いけると思うんでちょっと入れちゃいます。これはね、もう普通にいけます。せーの、 OK。
あ、うまそう。焼いてる間にできることがある。おっす。中濃ソースを。ここは多少チームするとね、美味しくなくなると思うんで。ネギ、はい、完成です。ハンターハンター見ながら食べます。まあみんなね、気づいてる方は気づいてるかもしれないですけど、ちょっと映画見てね、泣いてました。ちょっとだけ、ね、で、まあね、前回ね、あの酔っ払いながら、酔っ払ってはいないんですけど、そこまで、あの派遣社員とか、あの正社員とか、トークしたんですよね。別にそんな大したことじゃないんですけど、一番重要な定年制とか、退職金について語られていないような気がします、みたいなコメントをちょっと拾ったんですけど、で、それについて、まあ、僕は普通にコメント多分してると思うんですけど、まあ、全然その敵意とかなしでね、普通に、ん?って思った。内容だったんで、まあ、定年制についてはよくわかんないんですけど、その退職金について、まあ、退職金が、まあ、大手企業も介護に参入してるんで、そういう退職金とかもしっかりするような企業っていうか、施設、うん、増えてきてるんじゃないかなっていうふうに思って、その退職金だけでも、まあ、普段の給与が少なくても、そのモチベーションにつながるじゃないですか、みたいな感じのコメントがあったんですよね。まあ、そこについてはね、人それぞれだと思うんですけど、その退職金がどれだけもらえるかっていうのはすごい大事なことだと思うし、で、退職金もらえて、その未来、定年して、まあ、定年しても働いてる人とかもたくさんいるじゃないですか。まあ、定年して働いて、その退職金で、ね、まあ、生活できたりとかするっていう時点で、まあ、御の字、みたいな感じだと未来を想定して思うんですよね。退職金、介護の退職金でモチベーションが上がる、モチベーションになるんじゃないっていうのは今のところ多分ないんじゃないかなって僕は思うんですけど、どうなんですかね、みんなのところは。まあそもそもね、普段の給与自体が生活するのにギリギリだったりとか、まあ貯金とかも全然できない状況じゃないですか。僕の住んでる地域内の人たちにやっぱ聞いたりとか、まあ、話したりとかすると、やっぱり貯金なんてとてもじゃないけどできないしって。もちろん結婚してる人とかもいるけど、もう今生活するのがギリギリで、まあ2世帯とか親と一緒にまあ暮らしたりとかして、独身の人とかもまあ実家で暮らして、まあ仕事をして共働きして、まあそれでもね、貯金ギリギリできるかできないかぐらいのレベルなんですよ、だと思うんですよね。わかんないですよ、他の地域とかはわかんないですけど、僕のイメージとしてはそんな感じなんですよね。まあ、そこで退職金がもらえるってなったら、まあモチベーションになりますよね。退職金がもらえて、老後って結構長いじゃないですか。まあ、そこも個人差はあるかもしれないですけど、まあ、長いもんだと思うし、まあ、そこでね、安心した暮らしができるくらいの退職金がもらえるような業界なのかどうかって言ったら、それは多分違うと今のところは思うんですよね。まずそれが言いたいこと一つだったんですけど、まずそのコメントで返信したりとかするってなったら長文とかになっちゃうし、自分の言いたいこと全てを伝えるってなったらもうすげえ長文になっちゃうんで、なんですか、無難な感じで答えてしまったんですけど、僕が思ってることっていうのは結構いっぱいあって、あくまで個人的な意見で、個々によって多分考え方は違うと思うんですけど、そもそもね、給与が低くてもその退職金でモチベーションにつながるっていうその考えが僕的にはないんですよね。あんまり退職金が、まあ、1000万とか2000万とか、まあ、そういうレベルだったら確かにモチベーションになると思うんですけど、絶対それはないと思うんですよ。まず1000万とかそういうレベルはもうまずもらえないと思うんですよね。まあ、いくらもらえるのかっていうのもそこまで言及してないからよくわかんないんですけど、はっきり言ってそんな絶対もらえないと思うんですよね。もらえるんだったらちょっと僕がちょっと間違ってましたっていう感じでごめんなさいっていう感じなんですけど、で、まあ普段の給与がまあ少ないじゃないですか。貯金もできないし、ギリギリの生活。まあ僕なんかはあれですけど、一人暮らしで家賃とかもすごい安いから、そのなんかビール毎日飲んだりとか、まあ YouTube 収益とかで、まあもちろんね、あの給与だけじゃあれなんですよ。YouTube の収益、副業のおかげで、まあビールとか飲めたりとか、自分の好きなことをちょっとできてるっていう。それだけ贅沢できてるって言っても、ビールを毎日飲むとか、
そういうレベルなんですよね。まあ、YouTube で収益を得たところで、結構生活費とかでも削られてきて、まあ、そこからね、いろいろ住民税だったりとか、確定申告の時とかの税金だったりとか、まあ、そういうのとかも、今年はね、22、3万ぐらい払ったし、で、まあ、まあ、毎月毎月全部貯金できてるっていうんだったら、まあ、20万とか、そういうのは結構パッて払えちゃうかなって思うんですけど、まあ、結構生活費にも使ってるんですね。だからはっきり言って今の給料だけだと正直生活するのが本当にいっぱいいっぱいギリギリすぎて、まあ、貯金なんてもちろんできないし、下手したら多分マイナスになるし、節制したりとかしても、まあ、1万円とか2万円とか貯金できるぐらいかなっていうぐらいの、本当に本当に仕事のために毎日を生きるっていう、そういうスタイルの生き方をして、まあ、1、2万やっと貯金できるぐらいのレベルだと思うんで、そう考えたらね、退職金っていつもらえるのってなるじゃないですか。定年後とかじゃないですか。まあそれこそ辞めた時にね、まあ、もらえたりとかするとは思うんですけど、5年とか10年とかね、そういうレベルで辞めたところで、まあ、もらえる金額ってたかが知れてると思うし、定年まで仕事しましたってなって、まあ、退職金もらえたところで、じゃあみたいな、そこの、まあ、一生介護業界の介護従事者としてやって、で満足得られるぐらいの退職金をもらえるかって言ったらそうではないと思うんで、そこで僕はモチベーションにはなんないですね、正直。もうそれだったらその退職金とかを前払いしてもらったりとかして今に生かしたいですね。それだったら働き方だったりとか環境だったりとかね、普段もらえるお給料だったりとかっていう、そういう相対的な面で見て、まずそこが第一かなって思うんですよね。普段の生活がある程度ねできて、で、まあ、ストレスとかももちろん絶対あるし、まあ、辛いこととかもあると思うけど、その中でも心に余裕が少しでも持てるぐらいのそういうお給料だったりとかボーナスだったりとか、まあ、そういうのをもらえたりとかして、初めてそこでモチベーションにつながるかなって思うんですよね。退職金なんてそもそもが結構当たり前にね、支払ってもらわなきゃ困るなっていうぐらいの、そこでね、企業さんにね、一生尽くしますっていう、まあ、一生じゃないかもしれないけど10年とか20年とか30年とか尽くしますって言ってる、そのお礼みたいな感じで退職金っていうのはあると思うんで、そこが安かったりとかするのってまずナンセンスっていうか、もう話にならないというふうに思ってるし、じゃあ退職金いいからって言ってもう普段の給料少ないよって、それもおかしいと思うし、処遇改善とかもそうですよ。処遇改善いくらね、2万とか3万円とか4万円とか5万円とか、まあ、5万円とかなんて絶対ないと思うんですけど、5万円とかもらったりとかしても、その分絶対ね、基本給安いでしょ。どっかかんか安いでしょ。基本給が高かったとしても、処遇改善が安かったりするでしょ。他と比べたりとかして。そうやってどっかかんかで帳尻合わせてるっていうのは、もう目に見えてわかるし、やるとこは使っていこうみたいな。バンバン使っていこうみたいな。そういうのもあるかもしんないし、わかるけど、もう自分がね、事業立ち上げたりとかして、実際にそういう風に回んなくなったりとかして仕方なくとか、まあそういうのはあるかもしんないよ。確かにあるかもしんないんですけど、どっかかんかでいつかを変え、今はこんな感じなんですけどって、こういう風にするしかないんですけどって、利益が得たりとか、順調にね、店舗じゃないですけど、施設を展開したりとかして、利益がどんどん回していけるようになれば、その職員さんにも貢献しますっていう風に歌ってほしい。もう。そしたら我慢できるし、頑張ろうっていう風にもなるし、施設をいいようにもっとしようっていう風になるんだけど、何も歌わないし、医療系はもうとりあえずお金がない、介護系はとりあえずお金がないっていうのを、もうなんか開き直ってやってる施設っていうのがすごい多くて、あれじゃないですか、蓋を開けてみれば全然黒字だったりとかするじゃないですか。正社員に還元できたりとかするのにもかかわらず、そういうのとかは開き直って、向こうはこうだからこっちもこう、こんぐらいしか払わなくていいとか、職員に対してのねぎらいの気持ちっていうのが本当に足りてないところが多いのかなって思いますね。もうそれ口ばっか良くて、施設を良くしたいとか、できる限り職員にはストレスをためたいと欲しくないとか、口ではね、散々めちゃめちゃいいこと、クリーンなこと、綺麗なこと、みんながいいと思うようなことをたくさん言っておいて、結果ね、あれなんですよ、言動と行動が伴ってないところがマジで多いっす。なんかすげえ優しくてめっちゃいいこと言うな、この人マジでいい施設なんだなっていう風に思うんですよ最初。
思うけど、そうなんか蓋を開けてみればもうなんか愚痴めっちゃ言ったりとか、もうなんか偏見なんですけど、でも皆さんが見てきてる施設でね、まあ、全然違う、もう本当にいい人がいるっていう、まあそういうのも分かりますよ、分かるんですけど、僕あんま正直自分で見たものしか信用できないんで、なんだかんだ言ってね、その言動と行動が伴ってないっていう感じの上司が多かったなって思うんですよね。あの上司って言ってもかなり上の人なんですけど、まあ、施設を運営してうまくそのなんか黒字にできれば、まあ、自分のポケットマネーじゃないですけど、まあ、自分の給料も上がるみたいなくらいの役職の人たちね、そういう人たちに言ってる。だから普通にね、施設のリーダーさんとか主任さんとか管理職の方とか、まあ、そういう方に対しては言ってなくて、その甘い汁をすすってる人たちに対して僕は言ってるんですけど、まあ、そこから見たらもうね、リーダーさんだったりとか現場の方だったりとか管理職の方だったりとか、まあ、そういう方たちなんて結構あれですかね、被害者みたいなもんですからっていうのも感じてるんですよ。でも口がねすごい上手いから、上司だったりとか、まあ、管理職の方だったりとかっていうのも染まりやすいですよね。そういう考えとかに結構冷徹な考えに染まりやすいですよね。だから結構そのなんか現場をおろそかにしたりとか、現場は大事っていう風な感じでこう口では言うけど、まあ、実際利益の方が大事だみたいな感じでもう結局流すしかないみたいな、利用者さんをとりあえずバー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 、とりあえず契約というか満床にしなきゃいけないとか、はい、そっちの方に目先が集中しちゃって、確かにそれも大事なんですよ。確かにそれも大事だし、満床しないと職員さんに還元できないっていうのも本当現実としてあると思うんですよ。あると思うんですけど、だけどはっきり言って職員さんをおろそかにしてしまうと根がもう腐っていってしまう、そういうような業種なんですよ。なぜかって言ったら人と人とのつながりの仕事だから、まあ、お金をもらってじゃあ質のいいサービスを提供する、そういう感じじゃないから、ここに国っていうかそのボランティア精神だったりとか、そういうのが一個絡んできてるから、で地域密着だったりとか、まあ、そういうのやったりとか、ここに縛りがあったりとか、稼ぎたいんだけど稼げない、そういう仕組みだったりとかもするじゃないですか。稼げば稼ぐほどもちろんいいじゃないですか、職員に還元できるから。だけどあれなんですよね、結局稼げば稼ぐほど職員に還元するのって一番最後だと僕は思ってるんですよね。まあ、環境だったりとか、まあ、そういう設備だったりとか全てを整えた後に、多分こっちにちょっと見てやるか、職員に還元するかみたいな感じ。だからその世の風潮が良くない、介護士が給料が低いってもう認識しちゃってるから、もうみんなが認識しちゃってるからこそあれなんですよ。ふんぞり返ってこんぐらい上げとけばいいかみたいな、こんぐらいは上げすぎかとかってなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ給与の見直し、賃上げはもうこれからはずっと僕は歌っていきたいなと思うんですよね。給与の賃上げ、介護業界の賃上げっていうのが、もうそもそもね、お金お金って言うかもしれないですけど、あれなんですよ、お金って結構心の余裕、生活ままならなかったら心の余裕なんてないんだから、どん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 蝕まれていくんだから、お金お金って言うかもしれないですけど、お金ってすごい大事なんですよね。ある程度ね、30万とかそういう感じで心の余裕がある感じでもらってるんだったら、お金お金もなんて言わないですよ。俺も言わないよ、もうだからもらってるのに全然もらってないなんて言わないじゃないですか。だから大事なことだから、やっぱ言ってった方がいいし、言い続けた方がいいと思うし、やっぱり介護業界って給与が安い、低い。だけど、クオリティとか質とか、どん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 上がっていってるから、もうそれこそ見合ってこなくなってくるんですよね。昔の介護と今の介護って、もう明らかにクオリティが違うじゃないですか。質も違うじゃないですか。サービス提供の質も全然違ってきてるじゃないですか。もう言っちゃえばホテルとか、まあそういうレベル並みのところとかもあるじゃないですか。徹底してるとことかだったら、もうイベントレクだったりとか、居室の綺麗さだったりとか、清潔のケアだったりとか、もう全てにおいて質が満点なんですよ。満点なんでもかかわらず、もう給与があまり見合ってないっていう、そういう現実なんで、いくら僕らがね、モチベーション上げろ上げろって言われても、モチベーション上がる？と思うんですよね。どんだけ頑張っても、結局上がるとしても1万とか2万とかでしょ。そういうので、モチベーションが果たして上がるかどうかっていうところなんですよ。そこに対して介護業界の賃上げ、平均的な賃上げ、介護業界は給料安いっていう、そういう風潮だったりとか印象っていうのをまず変えていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。
根本から見直してほしいですね。サービスの提供クオリティだったりとか上がってるんだから、やることとかもどん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 質上がってきたりとかして、手間もかかってきたりとか、 LINE とかね、ね、いい時代になってきましたよ。パソコンとかもね使って便利で効率的な時代にもなってきました。であれなんですけど、自分の選んだ道って言われるかもしれないですけど、安いの分かってて入ってきた道なんでしょって。だったら我慢しないよ。で、我慢しないよっていうのは違うと思うんですよね。言いたいことはちゃんと伝えるべきだし、見合ってないよっていう部分ではちゃんと伝えるべきだと、ちゃんと変えていくべきだと、こういうふうに思うんで、どん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 そういう考えが本当は当たり前なんだよって、僕みたいな考え方が結構普通に当たり前なんだよって、もう謙遜せずにどん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 声出していくべきなんじゃないかなっていうふうに思いました。なんか未来の無難な道を生きるより、もう明日死ぬっていう覚悟で毎日を死ぬ気で頑張って充実させて生きていくっていう、生きていきたいというふうに僕は思ってるんで、明日ね、もちろんメンタルが落ちてそういう気分にならないっていう日もあるかもしれないですけど、死はそういうような気持ちなんで、死ぬ気で毎日を充実させて生きていくためには、やっぱ自分の言いたいことはちゃんと多少の守備せずに言った方がいいと思ったんで言わせていただきますね、今日ね。いや、もちろんね、会社とかでそういうことは言わないですけど、上司とかにね、いきなり給上げろよみたいなそんなことは言わないですけど、ある程度常識範囲内で言っても大丈夫なんじゃないかなとか、こういう風に言ってったら変わるんじゃないかなって、その中でちょっとあんまり踏み出してこなかったかなって。僕自身もね、 YouTube やってるんで、そういうツールを使って少しでもね、僕にできることなんてマジで少ないですけど、アンチとかね結構来たりとかすると思うんですけど、介護業界ってなんか介護のこと侮辱してきたりとか、底辺とか言ってきたりとか結構多いですよね。多いっていうか目立つんだよな。みんな優しいから、あんまりそういうコメントとかでね、そういうコメントとか無視したりとか、変に大人なんで皆さんだけど、バンバンね、多分そういう人たち叩いていいと思いますよ。俺、何をわけのわかんないこと言ってんだと、やってみろよと、一回じゃない、3ヶ月やってみろよと、4ヶ月ぐらいやってみろよと、誰でもできるような感じかどうかっていうのは肌で感じてみなさいよと。人間関係だったりとか、環境の中でもそうですし、給与面とかでもそうですしね、そんな中でもいろいろサービスの質を上げていこうという、そのボランティア精神がある人たちが集まって良くしてって、なんとかこの給与で少しずつ上がってると思うんですよ。もちろんそれも先人の人たちのすごい努力のおかげで、今僕はなんとか生活できてて、すごい介護業界を盛り上げていってくれた方たちがたくさんいるっていうのも、そのなんかね、最初の方は気づいてなかったですけど、後々今ねになって気づいてきたりとかしてるんで、介護業界の中で貢献できればなというところで、本当にこういうことしかできないんですけど、他にもねできることあったりとかしたら、いろいろ模索してねやっていきたいなと思うんですけど、まあ綺麗事ばっか言ってると思うんですけど、自分自身の生活とかもねもちろん良くしていきたいというふうに思ってるんで、まあ、自分自身のためにも言ってるんで、こういうふうになったらすごいいいんじゃないかなっていう、本当個人的なそのすごいわがままというか、まあ、主観ですよね、完全に。何言ってるか分かんなくなってきたよ、酒飲みながらだしっていう感じですね。酔っ払うとね結構熱くなるんですよね。シラフの時はめちゃめちゃ冷めてるんですよね。この温度差がねめちゃめちゃ激しいですよね。まだまだね、明日遅番なんで、もうすっげー眠いですよね、ぶっちゃけ。めっちゃ眠いんですけど、頑張ってちょっと起きたいなと思います。あんまり早く寝すぎても、僕ね最近